皆さんこんにちは、クールドッグスのジョエルです。おかしな名前ですみません。犬の輸入の仕事をやっています。世界のドッグショーのチャンピオン犬とその血統の犬を日本のドッグブリーダーと愛犬家の方々に輸入しています。ホームページは概要欄に貼っておきます。今日もなんかただの雑談みたいな話なんですけど、アフタヌーンティー、午後の紅茶みたいな。今午後4時過ぎぐらいです。2021年9月25日の午後4時17分昨日だったかな、なんか全然知らない人から電話かかってきて、それがですね、その電話かかってきた電話なんですが、どれぐらい前だっけ、ちょっと暑いな、なんかちょっと待って、エアコンつけよう。何だったっけな、ライブ配信やってたんですよ。1ヶ月ぐらい前だったっけ、いつかやってたんですけど、しばらく1週間ぐらいやってたかな、毎日で。なんかもうその時もなんかね、なんかなんていうの、そのチャットで、もうあんまりまたこんなこと言うとなんかすげえモテモテの人みたいな感じでちょっと恥ずかしいんですけど、なんかね、まあ、前回の動画でも言いましたけど、なんか人が、女の子が女性がなんか家に来るっていう話しましたけど、なんかあんまりこんなこと言うと、なんか自分があんまりなんかすげえモテモテの人間みたいなことを言ってるような感じでちょっと恥ずかしいんですけど、まあ何、そのネットでねやってるから、まあそういう人たちも来るんでしょうけど、だから僕だけじゃなくてみんなそうなんだと思いますが、ほら何、そのチャットで話すじゃないですか、ライブ配信の時に。でそのチャットで何か話しかけてくる人に僕が何かこう答えるみたいな感じで、そのライブ配信ってそういうものじゃないですか。だからそういう風にして話してたら、そのなんか女性と話すのが気に入らないみたいな感じで、そのほら、チャットで女性の方がこう話しかけてくるでしょ、それと僕が話してんのがなんかもう気に食わないみたいな感じで、なんか女と話すなみたいな感じで、みんなもすごいもうなんかそんな話が嫌がってるみたいなすぐなんか女性特有のあの感じ、みんなが嫌がってるからもうやめなさいみたいな。それでもうちょっとまあやめたんですよ。もうちょっと忙しいのもありますし、ありましたしね、忙しかったのもありますし、もう時間取られるから2時間3時間ぐらいかな、ずっとやってたから生配信を。でそのなんかほら、今度どっかだからヨーロッパのあそこのドッグショーに一緒に行きましょうかとかなんかいう話、まあするじゃないですか、そんな話。それがなんか気に入らねえとか言って、なんか女性とベタベタなんか仲良く話すんじゃねえみたいな見てらんないみたいなそういう話が、まあとにかくその時に、その話をしてた時に、そのね、来年のその2022年のワールドドッグショーがそのスペインとブラジルであるわけですよ、サンパウロで。ブラジルので、まあスペインはね、まあいいとして、だからスペインはだから去年の2020年のワールドドッグショーのスペインがだから延期になったわけですよ、コロナウイルスの影響で。で来年になって、だから来年は2022年は2カ所であるわけですよ、スペインとブラジルと。でそのほら、まあそのことでね、ブラジルに行った時に、だからまあそのライブ配信の時ですよ、まあなんかほらいろんな話の雑談の中で、あのね、あのアヤワスカっていうのが南米にあるわけですよ、発祥の地はペルーなんですけど、あのね、アヤワスカっていう植物がアマゾンというか、まあ南米のその南アメリカのそのジャングルの中にあって、でそのアヤワスカっていう鶴ですよ、なんかまあネットで調べてください、まあ興味のある方は。でその鶴をね、煮てなんか煎じて、なんかそれから抽出したこう液体を
こう飲んでて、この本当おちょこ一杯ぐらいですよ。おちょこ一杯ぐらい本当に、なんかワンショットのグラスで一杯ぐらい、ショットグラスで一杯ぐらいの量なんですよ。を飲むとなんかね、すごいそのほら、幻覚作用があって、そのアヤワスカという植物には、で、その昔からもうペルーではそのね、シャーマンと呼ばれる人たちが、まあ、だから霊能者みたいな人ですよ、たちがそのアヤワスカの植物のその液体を使って、デトックスをやるわけですよ。体のデトックスで、もちろんね、その飲むとね、吐いたりとか舌からも出るらしいんですけど、あとそのね、自分の前世を見たりとか、あるいは自分のなんかね、そのほら問題点が分かったりとか、あるいは神様と出会ったり、先祖の方と出会ったり、あるいは本当の自分自身というものがどういうものかというものに気づかされたりとか、とにかくね、さまざまなそのほら、そのなんかちょっとなんか、霊的な治療みたいな感じで、昔からペルーで行われていて、今も行われてるんですよ。で、結構ね、そのアヤワスカのその何ていうかな、が流行ってて、もう世界中で、でそのサークルみたいなものもいっぱいあるわけですよ。でニューヨークにもあるんですね、そのアヤワスカのサークルっていっぱいあるんですよ。でそのみんなで、まあ、10人ぐらい集まって部屋の中でアヤワスカをみんなで飲んで、まあそのアヤワスカによるその治療とか、その、デトックスの治療とか、あるいはそのなんていうか、まあなんかさまざまな、そのなんかなんていうかな、セラピーな感じの、なんていうか、まあ治療ですよね。それで行われているわけですよ。世界中で行われています。ヨーロッパでも行われています。まあ流行ってるわけですよ、少しね。でそのペルー、南米のペルーが発祥で、今ももちろんそこが一番そのなんていうか原点っていうか、そこ、まあ、日本人もたくさん行ってます、そこに。でやってる人たちいっぱいいますけど、だからほらペルーだからブラジルにもあるわけですよ。だからそのワールドウェブショーにブラジルにもし行ったらですよ、ブラジル危険だから行くのやめようかなとも思ってるし、行くかどうか分かんないんですけど、もしサンパウロに行ったら、サンパウロにもあるから、そのアヤワスカの治療をやってるところが、だから行ってみようかなとか言ってね、その話をしてたわけですよ、そのライブ配信で。そしたらね、そのアヤワスカの話をしてた時に急に電話かかってきて、僕の携帯電話にですよ。それでそのはいって出たら、お寺に行きますよって言うわけだ。はって言って電話見たら、はって言ったら、またお寺に行きますよっていうわけですよ。それでなんかそのほら幻覚作用のあるなんか植物の話とか、そういうそのほらなんていうかな、そういうなんか麻薬みたいな話じゃないですか。なんかそういう話をしてたから、僕のその動画のそのライブ配信を見てる人が電話かけてきて、なんか僕に注意してるんだと思ったわけですよ。だって何にも言わずに、名前も何も、もしもしも何も言わずに、お寺に行きますよとしか言わないんだから。はって言ったら、またお寺に行きますよ、お寺に行きますよ。でそのライブ配信中だったから、ちょっと切りますねとか言って切ったんですけど、誰なんだと思ってて、その電話が。それでライブ配信終わった後電話したんですよ、そこに。その番号出てますからね、番号に電話したんですよ。そしたらね、でカチャって誰か出たから、もしもしって言ったわけですよ。そしたら何にも言わないんですよ、何も言わないんです、その人で。もしもしって言っても何も言わないんです。で何ですか、そのほら、なんで僕のとこに電話してきたのか、どこの誰なのか知りたかったわけですよ。だからまず、もしもしって言って、はいって言ったら、さっきお電話いただいてみたいなんですけども、すみませんけど、どちら様ですかとか言って聞こうと思ったんですよ。そしたらね、もしもしって言ってる段階で何も言わないんですよ、その人。でもね、その周りになんか人がいるような感じで、人がたくさんいるわけじゃないですよ、2人ぐらいいるような感じで、向こうで誰か2人が話してるような感じなんですよ、他の人が。で
なんとか、なんか、そやけん、なんとかなんとかって言ってたわけですよ。あ、福岡弁だなと思って、福岡の人だなと思ったわけですよ。で、あの、もしもしって言ってるけど、何も言わずに、もうね、しばらくしたら切れたんですよ。電話が切られたんですよ。で、なんだよと思って、また電話したんですよ。したらもう電話出なかったんです、その人。で、その後2、3時間経ってまたもう一回電話したけど、もう出なかったんですよ、その人は。でね、その後ね、2回目か3回目か電話した、しばらくしたら電話かかってきたんですよ。で、はい、もしもしって言ったわけですよ。したら何も言わずに黙ってるんですよ、その人。自分からかけてきたんですよ、その時は。で、はい、もしもしって言ってるのに黙ってるんですよ。で、もしもしって言ってるのに、何も言わずにまたプツって切れたんですよ。おかしいなと思って誰なんだろうかと思ってたわけです。だって僕の電話、携帯電話に直接電話かかってきたわけですから。しかもアヤワスカの話をしてる時にライブ配信で、一体どこの誰で何者なんだろうかってすっげえ思ってたわけですよ。それで板電やろう1って書いて、あの、なんていうか、そのほら、保存してたわけですよ、スマートフォンの中に。それがね、昨日電話かかってきたんですよ、また板電やろう1から電話かかってきたんですよ。で、はい、もしもしって言ったら、なんつったっけ、ルームランプがつけっぱなしですよって言ったんですよ。はってまた言うじゃないですか。そしたら、ルームランプがつけっぱなしですよ、こんな言い方なんですよ。おっちゃんなんですよ。多分僕よりも上です。どれぐらい上だろうか、70歳ぐらいかな。僕は車持ってないんですけどって言ったんですよ。東京には車持ってきてないですからね。だから車持ってないんですけどって言ったんですよ。そしたら、ん？みたいな感じで、なんか何も言わないんだけど、クエスチョンマークがこの辺に出てるみたいな雰囲気なんですよ。それで、どなたかと間違えて電話されてるんじゃないですかって言ったんですよ。そしたらね、あ、すいませんって言って電話切れたんですよ。もう本当の間違い電話だったんですよ。あんなタイミングで間違い電話かける人いますか？そんなに間違い電話なんかしょっちゅうかかってこないのに、ライブ配信中に、そんな、何？1年に何回ぐらいしか間違い電話なんかかかってこないですよね。ライブ配信中にアヤワスカの話してて、なんか自分の前世がわかるとか、本当の自分が分かるとか、なんとかいう話をしてるときに、急に電話がかかってきて、間違い電話がですよ、かかってきてですよ。しかも、何にも言わずにですよ、お寺に行きますよとしか言わないんですよ、その人。そんな宇宙人みたいな人から間違い電話かかってきますか、そんなときに。奇跡だと思いましたね。だから僕はもうね、これはアヤワスカなんてやるべきではないものなんだって思ったわけですよ。そして、まあ、ブラジルのドッグショーに行っちゃいけないかどうかは分かりませんが、このアヤワスカっていうのは絶対やるべきではないものなんだなって僕は思いましたね。だってそんなことありえないことが起きるわけだから。本当の間違い電話で、しかもお寺に行きますよって言ったんですから、おっちゃんが。まあ、僕もかなりのおっちゃんなんですけど、僕は54歳独身カニ座なんですけど、その電話の人は僕から見てもおっちゃんっていうような感じの声でした。多分70歳ぐらいだと思いますよ。僕はね、僕のライブ配信を見てる人から電話かかってきたと思ったんですよ。完全なる間違い電話でした。しかもお寺に行きますよって言うんですから。こんな間違い電話ありますか？ありえないでしょ。だからアヤワスカはやるべきではないものなんだと思いましたね。クソ
どうでもいい話をまたしてしまいましたか。それでは皆さん、本当にどうでもいい話をしてしまいました。ちょっと少し寒くなってきましたよね。エアコンつけましたけど、うん、朝晩は少し涼しくなってきましたよね。まあ真夏もね、そんなに暑くはないんですよね、ここは。まあ僕の部屋だけかもしれませんが、ここね、周りをね全部ねマンションでこう囲まれていて、あのね1年の中でね7月8月の2ヶ月間だけ30分間ぐらい、あの直射日光というか日が当たるんですよ、ベランダに。それも少しですよ、もうこれ1メートルぐらいの間のこうなんか天から光が差してるみたいな感じで、7月と8月の2ヶ月間だけ30分間ぐらいここに日が照るぐらいなんですよ。つまりその直射日光が当たらないわけですよ、ここは1年を通してずっと。だからまあ冬はねかなり寒いんですが、夏もねそんな別に暑くないんですよ、ここ全然。まあもちろんエアコンつけますよ、エアコンつけるけど、そのなんかもう暑くて暑くてたまんないとかいうことないんですよ。だからそのなんていうかな、その涼しくなってきましたねとかね、そういう感じはね外に出てみないと分かんないんですけど、いかがですか皆さん。ブラジル行きますか、ブラジルサンパウロ。来年の12月ありますよ、ブラジルで。あ、だから南半球だから、だからブラジル夏かもしれないですね、暑いかもしれないですね。ただねブラジルはちょっとね犯罪がちょっともう多すぎて、だからサンパウロなんて大都市だから多分犯罪多いし、ちょっとどうかなと思ってますけどね。それとそのあの何ですか、ニューヨークもねちょっとねコロナウイルスの影響であの犯罪が増えてますよ。ニューヨーク2倍以上になってるって言ってましたね。あのね YouTube でねニューヨーク犯罪とか入れると出てくるから見てください。治安とかニューヨーク治安とか入れたら出てきますよ。あのねそのねただ近づいてきてタタタタタタって車の中からですよ、車が急に横通りを車がこう走ってきて、別にそんな大きな通りじゃないですよ、小さな通り、車が走ってきてパッて車止めて中からタタタタって歩いてきてバーンって言ってそのまま乗ってヒューって行ったりとかするんですよ。全然無関係の人ですよ。恐ろしいですよね。それにもねその理由が全く分かんないんですよ。完全にもうなんか麻薬なんかで頭やられてますよね。その理由が全く分かんなくてただ近づいてきて頭をバーンって銃で撃ってそのままサササササって行ったりとかする映像がたくさんあります、 YouTube に。今増えてます、あのニューヨークで。だからそのなんかほらコロナウイルスの影響で結局なんていうかな普通じゃないような状態になってるんじゃないですか、街全体が。そうするとなんか知んないけどそういうことになるんですよね。なんかねちょっとなんか愚かな感じがしますが、そういうちょっとイカれた人たちがたくさんいますよ、海外には。だからニューヨークでさえそうなんだから、多分ブラジルなんかはもうもっとひどくなってるかもしれないですよね。だからちょっとねもう行かないかもしれないですね、僕は。わかんないです、ちょっと考えてます。本当はね行きたいんですよ、行ったことないから。ブラジルとかその南米とか行ったことないんですよね。だからちょっと行ってみたいんですよね、どんな感じなのか。ただ本当に危ないから、だからまあ行くんだったらちょっと僕は多分一人で行きますね。そのなんか誰かそのクライアントの方を連れて行ったりとかしたらちょっともうなんていうの、その助けられないかもしれないじゃないですか。だからもしなんかその一緒に行った方にもし何かがあったら、それなんかもうなんかそれちょっとすいませんなんかで済むような話じゃなくなるから、だから一人でちょっと行くんだったら一人で行きます。一人で行ってなんかもう汚い服着て行って、そのなんかなんか現地の人みたいな雰囲気で、観光客丸出しにするともう全然ダメだから、危ないですからね。だから
まあそういう風にしようかなと思ってますけどね。行くんだったら、行くんだったら一人で行って、まあなんか危険じゃないような感じでやろうかなと思ってますが、まあ分からないです。今考えています。だからブラジルは今考えていますというか、まあ1年後なんですけど、1年以上後、だって来年の12月なんですから、だから今そんな悩まなくてもいいんですけど、ただね、だからさっきの板伝のおっちゃんが、あれ間違い電話、板伝じゃないんですよ、だから間違い電話なんですよ。あ、すいませんって言って切りました。だから間違ってたんです、あの人。間違い電話でお寺に行きますよってでかい声で、もしもしも何も言わない、誰とも何も言わずに、お寺に行きますよとしか言わないんですよ。つまり僕を、だからもう誰かとも完全に間違っていて、そのなんかもう自分の家族か友人かなんか分かりませんが、そのなんかもうものすごくごくごく親しい方に電話してるつもりで電話されたんですね、この方多分ね。だからもう誰、自分が誰とも名乗らなくても相手は分かっているということなんですよ。ルームランプがつけっぱなしですよって昨日言いましたから、車持ってないんですけどってなんか言ってそしたらんみたいな雰囲気が言ってますよ、何も言ってないんだけど、んみたいな雰囲気が、ハテナマークがなんかこっちに伝わってきましたね。誰かとどこか間違って電話されてるんじゃないですかって言ったら、あ、すいませんっておっしゃいました、その方。他に何かなかったっけ話すこと。アフタヌーンティーなんだから別に何を話してもいいんですよね。なんかちっちゃい虫がいる。ちょっとあれつけようかな。よいしょ。なんかちっちゃい虫が久しぶりに出た。これすっげえいいですよ。一網打尽、虫全部取れます。家の中に置いといたら3,000円、安いし一網打尽。小さい小映えみたいなやつも全部取れます。はあ、あとね、なんだっけな。でそのアヤワスカで、まあアヤワスカの話もういいか、もうそのなんか変な幻覚作用みたいなのがあるから、で結局もうやっちゃダメだっていうことなんですよ。そんな体の知れない間違い電話がかかってくるな、もういいや、アヤワスカの話はもう多分ダメなんですよ。あんなことやっちゃ、やらない方がいいんですよ多分。だからもうみんなやらない方がいいですよ、あんなの。なんか LSD の100倍とかなんか言ってたから、もうやっちゃダメですよそういうの。とにかくもう家に来たらダメですよマジで。本当に突然やってきて、なんか来ちゃったとか言ったらダメですよマジで本当に。そしてなんか何、そのなんだっけ、もう今電話してきて僕のところにそのホームページから電話してきて、なんかもう今マンションの前にいますとか言っちゃダメですよマジで。ちょ、仕事の話はいいですよ、犬の輸入の仕事の話はいいんだけど、そのなんかただ来るのダメですよ、遊びに来たみたいな感じで。彼女にしろってずっと言うから、もうすっげえなんか僕だけがすごいモテモテみたいな感じで聞こえますよね、こんな言い方すると。多分ね、だから YouTube とかインターネットで仕事してる人とかはいっぱいそういう人たちが来るんだと思いますよ参った本当に。別に毎日は来ませんよ、毎日は来ませんけど、ちょっとね最近多いんですよね。なんかね、春と秋が多い、なんでだろうか季節の変わり目でこう、なんていうの、ほら、あのなんていうのかな、ちょっと待って、なんか髪の毛がまた気になり始めた。季節の変わり目で、あのなんていうの、ほら、季節の変わり目はなんかほら、なんか季節の変わり目ってほら、なんか変化するじゃないですか、気温が変化するから、なんか
なんか全体がこうなんかこう新しく何かに変化していくような感じがするのかもしれないですよね。だからなんかその新しい変化に合わせてなんか、うん、そういう気持ちなのかな。なんか犬をね注文する人もねなんか結構急にあの増えたりとかすることはあるかな。いやあるあるある。だからね11月とか、うん、ちょっとなんか寒くなり始めた時期とか、あと春はそうでもないな犬の場合は、うん、なんででしょうね犬の場合はね。なんでかな。いやでも6月とか5月6月とか結構多いもんな、うん、だから暑くなり始めなんで暑くなり始めた時に犬の注文する人がいるんだろうか。やっぱだから季節がこう変化するときにやっぱなんかそういうなんか新しいことをやりたくなったりとかなんかその変化を求めるんじゃないですかねみんなね。うん、あと何があるかな。全然虫が取れてない。さっきのちっちゃい虫なんかジジジジジジって言いますもんね。これ飲んでます。これビタミン C、 ナウフーズのビタミン C、 これすごいいいですよ。ビタミン C の含有量がちゃんと多い。日本のあのね何その薬局とかに売ってるビタミン C とかああいうのダメですよ全然。あのあ薬局に売ってるってそのほらなんか、うん、国産のビタミン C あるんじゃないですか。なんか薬局とかに売っててその日本で作られ日本国内で作られてるやつのあなんかレジの横にビタミン C とか書いておいてあるやつとかあれ全然ダメですよ。これアメリカのやつ。アメリカかなこれ。ナウフーズってアメリカかな。多分アメリカですよねこれ。ああそうそうアメリカだ。 USA って書いてある。これアメリカですよ。これがいい。海外のやつじゃないとビタミン C ダメですよ。全然違うから飲んだら。国産のビタミン C 全然ダメですよ。日本あのなんか薬局に売ってるやつとか全く効かない。だからほらなんか国産がいい場合もあるじゃないですか。ワクチンとかね。だからコロナウイルスのワクチンとか国産のやつ早くできないかなってみんな思ってると思うんですけど、なんか海外のなんか危なくて使えない、なんか怖いんじゃないですか。でもビタミン C は海外の方がいい。何でもかんでも海外の方がいいとは言いませんが、これはビタミン C は海外の方がいいですよ。それでは皆さんじゃあ皆さん失礼します。よいしょ。こんぐらいな感じでいいかな。じゃあ皆さん失礼します。